オーギュスト・デュパンは、エドガー・アーランポーの短編推理小説に登場する、架空の人物。世界初の名探偵と言われる、五島君爵氏。フランスの名門貴族に指摘しであったが、いくつかの不幸な事件によって、財産を失う。変費で寂しいパリ郊外のフォーブール・サン・ジェルマン・デューノ外33番地に、立つ、崩れかけた、古い、怪しげな館に、事件の記述者である、 私と同居する。昼は戸をしめ切った、真っ暗な部屋で、強い香料入りのろうそくに火をつけて、読書と瞑想に吹け、夜は、パリの街を徘徊して、大都会の闇と影を愛する。パリ警視庁警視総監 G と知り合いで、彼は解決できない事件の調査をしばしばデュパンに依頼する。デュパンの基人ぶりは、詩人としてのポーの思考を反映している一方、 シャーロック・ホームズをはじめ後の名探偵の人物像に少なからぬ影響を与えている。また、第二作、マリー・ロゼの謎では新聞に掲載された記事のみを頼りに事件の真相を推理しているため、アンラクイス探偵の元祖と言われる場合もある。ボーが執筆したデュパン登場作品は短編小説3編のみである。ありがとうございます。